皆さんこんにちは、きらこです。今日は和食を作りたいと思います。私がいつも食べてるんですけれども、ご飯に小松菜の浸し、あとお魚、卵焼き、あとお味噌汁ですね、こちらを作っていきたいと思います。それで今日のエプロンなんですが、こちらを着てみました。ドン、はい、かっぽうぎです。はい、ご飯が作れそうでしょう。広島麺ですね。で今日はこちらを着てね、動画を撮影していこうと思います。あんまりエプロン映らないと思うんですけど。それではレッツクッキン。はい、それでは料理の要、かつおだしを取っていきます。大体2、3人前で 1200ml です。お味噌汁だけじゃなくて、いろんな料理にこれから使うので、ひとつかみ半ぐらいを入れていきます。沸騰したところに入れてさっと取り出してもいいし、2、3分ちょっと煮てからでもいいです。弱火にしてから煮てからでもいいです。次に黒米雑穀ご飯を作っていきます。黒米ともち麦を入れます。白米にいろんな雑穀を入れることですごく栄養価の高いご飯になるので、私はすごく好んで食べてます。次にお味噌汁です。今日の具材は玉ねぎ、なめこ、豆腐に厚揚げです。先ほど取ったかつおだしを温めています。1人あたり 150cc ですね。玉ねぎ入れます。柔らかくなったら味噌を溶かしていきます。この時に火を止めるか弱火にしてください。なめこは味噌を溶かした後に必ず入れてください。なめこ最初に入れちゃうと味噌が溶けづらいです。してみましょう。うん、惜しい。移動しました油揚げを入れていきます。ちょっと取るとこ忘れちゃったんですけど、ちょっとね、具材多めの味噌汁です。次に小松菜とえのきのおひたしを作ります。これ本当に簡単ですごく美味しいので、皆さんもぜひやってみてください。小松菜はすごく安かったのに最近とても高くなってて買えなかったんですけど、なんかまた安くなってたので買いました。ここに塩を入れていきます。普通のおひたしは多分小松菜とかは切らずに入れるんですけど、私はもうめんどくさいのでこんな感じでもう全部切って入れていきます。40秒ぐらいしたらさっと取り上げて、これを冷たい水でしっかりと洗っていきます。味付けですけど、先ほど最初に取っただしと薄口しょうゆを使っていきます。1対1の割合にするとすごく美味しく決まります。薄味が好きな方はだしを
多めにしたらいいと思います。美味しかったです。で、冷蔵庫で冷やしておきます。次にかぼちゃの煮物です。かぼちゃの煮物はホクホク系となんかしっとり系があると思うんですけど、私は結構ホクッとしたかぼちゃが好きなのでそちらを作ります。で、先ほど取ったかつおのだし1杯半ぐらいでもいいと思うんですけど、そちらを入れます。砂糖です。私はよく三温糖を使います。ミネラルとかもいいので、みりん砂糖醤油を入れていきます。最初は強火で炊いて少し煮詰まったら、柔らかくなったら弱火にします。すりごまをかけます。次にタラの酒粕漬けを焼いていきます。今日は、ね、冷蔵庫にあったのでこちらを焼いていきます。普段は塩麹とか醤油麹に漬けたりしてお魚を焼いたりしています。このタラはフライパンでやると美味しくできますって書いてあったので今日はフライパンで焼きました。ここに酒を少し振りかけていきます。これを蒸し焼きにします。いろんな料理を作りながら撮影したのでちょっとかぼちゃが煮えたりとかするんですけど、次に卵焼きを作ります。この卵焼きは母親がよく作ってくれたんですけど、それを再現して作ってます。卵を3つ使います。卵1つあたり小さじ1杯の砂糖、塩と醤油を隠し味に入れます。でちょっと味見をしてみて味が足りないようだったらまた塩を入れたりして調整します。でフライパンが温まりましたらここにオリーブオイルを入れていきます。私何でもかんでもオリーブオイルを使っちゃうんですけど、卵焼き作ったことないなっていう人は、卵焼き作ったことないよっていう方はぜひ見てみてください。そこも簡単です。もう同じ動作を繰り返していくだけです。出来上がりました。4等分していきます。
名前のいい色がついております。ご飯は炊き上がった時にすぐ開けてちょっと混ぜてから蓋をして蒸らすと美味しくなるそうです。できました。完成です、食べていきたいと思います。いただきます。どうかな、お味噌汁。カツオの出汁だけなんですけど、すごく風味豊かな自然の美味しさが口いっぱいに広がります。なめこもとろっとしてて美味しいです。私はよくおひたしが大好きで、こういう簡単なやり方でお家で野菜を取るようにしてます。この中にさっき使った削り節の取ったやつを切って刻んで入れて食べたりもします。いただきます。醤油と出汁は1対1にすると味は外れずに美味しく作れると思います。美味しい。ご飯もこの黒米が入ってたり、ビタバレーだっけ、ビタバレーとか入っているので、すごくねサプリメントご飯みたいな感じで一気に栄養とかも取れるので、私は気に入ってます。おいしい。確か黒米を発見した人が出世したことって有名なんですけど、黒米を発見した人が出世したってことで、黒米はすごく縁起がいいものだと言われているそうです。めっちゃ美味しい。卵焼き、甘さもちょうどよくて、お弁当に入れてもすごくいい一品だと思います。かぼちゃ食べてみます。ごまのアクセントも効いていて、風邪をひいた時とかまたお弁当にもいいですね。まずお魚食べてみます。よくお魚を塩麹とか醤油麹につけてそのまま焼いたりして食べたりするんですけど、酒をバーッとかけて蒸し焼きにしたことでふっくらとしていて、とても美味しいございます。はい、動画を撮り終わった後にゆっくりまた食べたいと思います。今日は6品作りました。ご視聴ありがとうございました。次も和食とか洋食とかいろんなものを作ってアップしていきたいと思います。よろしければ高評価登録をお願いいたします。それでは
では皆さん、さよなら、バイバーイ。